サンアントニオ交響楽団サンアントニオ交響楽団はアメリカ合衆国のテキサス州サンアントニオに本拠を置くオーケストラ。毎年9月下旬から6月上旬までを1シーズンとして活動する。活動の本拠はサンアントニオの東病パフォーミングアーツセンターである。サラちゃんとの共演前の一部のメンバーのウォームアップサンアントニオにオーケストラの文化がもたらされたのは 1887年にドイツから移住してきたカールベックが故郷で行われていた歌謡祭を現地で行おうと49人編成のオーケストラを結成して4回のコンサートを開いたのが短所である。これらのコンサートで演奏されたメンデルスゾーンの公共曲第4番はテキサス州で演奏された最初の公共曲だった。1896年に 歌謡祭がサンアントニオに戻った時、ベックは再びオーケストラを指揮した。ベックはサンアントニオのベートーベン男性合唱団の指揮を引き受け、1904年頃にカール・ハーンに引き継がれた。ハーンは地元のパトロンだったアンナ・グッドマンハーツバーグと協力してサンアントニオ交響楽団を設立し、1905年5月18日に最初のコンサートを行った。ただ、 設立後しばらくは活動が低迷し、1914年にアーサー・クラスセンが指揮者として就任した際にサンアントニオ・フィル・ハーモニー管弦楽団として再出発している。しかし1916年には元のサンアントニオ交響楽団に名称を戻した。1918年にはジュリアン・ポール・ブリッツが音楽監督を務め、1920年代まで、 演奏活動を続けけたが、以降は低迷した。今日まで続く、サンアントニオ交響楽団は1939年に再結成され、最初の音楽監督にイタリア系ドイツ人のマックスライターが就任した。再結成時には、ヤッシャハイフェッツをソリストに招いている。1943年までに、オーケストラは75人のプロ奏者を雇い。 1944から1945年のシーズンに組織の予算は10万ドルを超えテキサス州唯一のオーケストラアメリカ国内でも19の主要オーケストラの一角を担うまでになった1950年にはオペラフェスティバルも開催しアメリカ全土にその高い音楽的品質を知らしめるまでになった1950年末にライターが没すると ビクター・アレッサンドロが後を継いだ。アレッサンドロは従来のコンサートに加え、ヤング・ピープルズ・コンサートの企画も立ち上げている。1969年からパフォーミング・アーツ・シアターを活動の本拠とした。1987年から翌年にかけて、オーケストラは経済的混乱に直面して多くの演奏会をキャンセルしている。2003年には経営破綻により、 同様に演奏会のキャンセルが相次いだ。1990年代には全米芸術基金、アメリカ公共学団連盟、米国作曲家作詞家出版社協会やナイト基金などから表彰される映画を味わった。度重なる経済的混乱をきっかけに演奏会の回数や学員を減らして演奏活動を継続しているが芸術的評価は落ちていない。 2006年から2007年のシーズンの初めに CEO のデイビッド・グリーンと執行委員会は翌シーズン以降音楽監督のラリー・ラクレフとの契約を打ち切る決定を下したこの決定は団員や支持者の反対にあったが暫定的にクリストファー・シーマンを音楽監督と同様の権限を持つ音楽顧問に任命して問題を打開したセバスチャン・ラングレッシングは 2010年10月2日のコンサートでオーケストラの71年の歴史におけるの8番目の音楽監督になった。1939年から2017年までサンアントニオ公共楽協会がサンアントニオ公共楽団の運営を管理した。2017年、非営利団体であるシンフォニックミュージックフォー・サンアントニオに業務が移管された。スマザは 2017年12月にこの契約を撤回し、組織を劣悪な立場に置き、2018年1月に2017から18年シーズンの残る大半のキャンセルを発表した。キャスリーン・ウィア・ベールが率いる資金調達活動の助けを借りて、残りシーズンは救われ、サイアントニオ公共楽協会が再び運営を管理することとなった。公式ウェブサイト。 ありがとうございます。